タンが風光明媚だそうで、ね、東海道53次みたいな浮世絵みたいな、もうなんか風景が見えるかと思いきやというね。この高速道路を走る経験っていうのはね、もう本当スペシャルな体験で、例えばね、今50キロぐらい走ってきたと思うんですけど、その50キロがね、50キロに感じないわけですよ。あれ10キロそれぐらいちょこちょこっといったかなと思ってたら、もう50キロぐらい普通に来れちゃってるっていう、なんつってもね、信号機がない、道は広い、車がいないと。でアスファルトも最高、もう新品ピカピカですから、今までこうだったらいいのになと夢に描いていたことが全てがある。こんなことをね、体験できるのっていうのも11月のそのスペシャルな2日間それだけですから、自転車に乗る人誰しもその夢が叶う2日間ですからね、来ればいいなと、いらっしゃっていただければいいなと思っております。